悲伤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 。どうもアキオンペイソンです。はい、どうも。ということで本日は今からイルマのアウトレットに行っていろいろ買い物をしていきたいと思います。まあ、買ってきた商品をうちで紹介したいと思います。それでは行ってきます。はい、ただいまー。はい、家に帰ってきました。本日ですね、イルマのアウトレットで買ってきた商品がまずこちらです。じゃじゃん、ディッキーズ。ディッキーズですね。これね、ちょっと中開けてきますので、ディッキーズで買った商品がこれですね。 T シャツ、わーいいね、このワンポイントのね、かわいい T シャツ。これ安かったんですよ。安くてね、1750円で、ね、他に買ったものは、ありません。なかなかね、いいものもなくて、靴とかね、なんかジョーダンとか僕好きなんで、ジョーダンのね靴とかいろいろ探したんですけど、結局なくて、これしか買えませんでした。まあ1750円ね、これしか買ってこなくて、で、まあ結局ね、交通費のが高くつくっていうね、ことになりました。でね、今回帰ってきて、最寄り駅の近くにね、靴屋さんがあるんですけど、なんかそこでね、いい靴あったんで、そこで靴買いました。それがね、こちらですね。僕ね、結構ゴツゴツした靴しか持ってなくて、歩きにくいね靴しか持ってないんで、今回歩きやすい靴をねちょっと求めたくて探してて、で今回買ったのがこれですね。このナイキのね、なんていうところ、なんていうやつなのかな、ナイキダウンシフター7、これね買いました。はい、これ安くてね、6000円ぐらいでしたよ。ね、いや、アウトレット行った意味ねーね。